さて、ネットワーク部とホスト部の詳しい話に入りましょう。 IP アドレスを使いながらお話申し上げます。さて、総務部にあるコンピューターの IP アドレスが以下のようであったとしましょう。この IP アドレス32ビットは前半部分が総務部という全体を表して、そして後半部分がその総務部の中のコンピューターの番号を表すというふうに考えたとしましょう。そうするとこの場合、ネットワーク部が例えばです、24ビットであったとすると、最初から24ビットを取りまして、ネットワーク部は以下のようになります。で、その部分が総務部を表すアドレスというふうに考えることができます。ホスト部は残った右側の8ビットということになります。つまり元々の IP アドレスを2つに分割したというわけですね。で、この場合はネットワーク部が24ビットで、 IP アドレスの前半24ビット、そしてホスト部が IP アドレスの後半の8ビットになっているというふうに考えることができます。で、ネットワーク部がこの場合は24ビットだったんですけれども、ネットワーク部が何ビットあるのかというのはそれぞれの場合によって違います。例えばということで、ネットワーク部が16ビットであったような場合であれば、IP アドレスをど真ん中で分割をしてネットワーク部とホスト部に分けることができますし、ネットワーク部が8ビットの場合には IP アドレスのうち前半8ビットがネットワーク部、後半24ビットがホスト部ということになりますね。これがネットワーク部で、そしてこれがホスト部ということになりますね。